はい、3月19日土曜日ね、今週は全然働いてねえよ。今日もね、冷たい雨ね、男のお客さん、若い方が来るかどうかね。で、うちのほら、お店の営業の仕方ってさ、あまり予約中心じゃないかね、予約のお客様をためないように営業してるっつうの？予約が忙しい店っていうのはね、やっぱり2週間後とか1週間後に予約取ってると、1週間後の天気なんか関係なくね、お客さんが来るっつうの？雨が降ろうが、槍が降ろうが、寒かろう、暑かろうね。うちみたいにね、もう8割9割の方がね、予約なしでもね、いきなり来て OK みたいなね、そういう営業してるとね、こう天気が悪いと途端に誰も来なくなるね。もう予約が入ってれば、まあ予定通りってなるけど、その予定通りがないからさ。はい、昨日は大きな地震の後で人の出が悪くて暇でした。あ、しばちゃん先生、毎度毎度ね、地震よりなんか寒さかな、こっちの方は。特にね、被害がない、なんか夜中に停電したとこがあったみたいね、さいたま市ね。まあ別に夜中で、お店は停電しなかったね、パソコン落ちてなかったからね。昨日もね、ずっと暇でね、なんかずっと寝てたような気すんだよね。本当は値段表をちょっと直そうかなと、直さなきゃいけなかったんだけど、自分もね。まあ、やっぱりさ、もう毎年値上げしてないとさ、追いつかないよね。で、気づいた時にさ、もう本当に1000円も2000円も値上げするわけいかないからね。本当にもう毎年さ、300円とか200円とか、ちま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 値段調整していかないとね。だけどこの美容料金っていうのはさ、値段の幅が広いよね。まあ、白髪染めカットでも簡単な人は本当に簡単だけどね、めんどくさい人になると長いさ、量は使う、乾かない。カットに関しては基本ね、まあロングでもショートでもそれほど変わんないんだよね。かえってロングの方を切るだけの方が簡単だったりするよね。毛先、長さ決めて、表面レイヤー入れてすくだけとかね。やっぱりめんどくさいのは乾かすところだよね。で、やっぱりさ、毎年毎年さ、値段っていうのは見直していかないとね。で、まあいろんなお客様がいてね、最初はおとなしいけどね、何回も何回も来るうちに、ね、ああでもね、こうでもねってね、細かい注文が増えてくるっつうの？徐々に徐々にさ、わがままでさ、注文が多くなる方っているよね。で、逆に何回も何回も来てるとさ、もう何やっていいかこっちも分かってるし、どう切られるか分かってるし、お客さんもね。だからもう座って本読んでるだけとかね。で、長さどうするの一言でね、適当でもう進んでっちゃう。まあそういう簡単になってしまうお客さんってのもいるからね。やっぱ料金っていうのはね、毎年見直してないとね、我慢しちゃダメだよね。やっぱ我慢すると、ほんと最後ブチ切れて、もう2000円アップだとか言って、このお客さん来なくてもいいやみたいにね、めんどくさいお客様なんかね。まあそうなる前にね、細かく、本当に100円200円をね、こまめに上げていくしかないよね。もうね、嫌われる勇気だよね。お客様に嫌われる勇気。でも逆にお客様に嫌われてもいいやじゃないけど、それをやんないと今度こっちがお客様を嫌いになっちゃうからね。まあ美容料金ね、値段を自分で決めるっつうの、なんかこれ自分で決めるね、難しさ、心の弱さが出るというか やっぱずる賢くないと儲かんないね。はい、お疲れ様でした。